がりになったんだけど、動物たちとどんな風に接したらいいかわからなくて、いろんな動物たちと仲良くなれる何かいい道具はないかな。ふむふむ、そういうことならごそごそ、チャララチャラニャルトラソウル。この道具ができたおかげで、未来の世界では動物たちと会話ができたり、一緒に遊んだりできるようになったんだよ。どうだい、すごいだろ。でもね、これを使っても使わなくても一番大切なことは、仲良くなりたいっていう気持ちと優しい心を持つことなんだ。そうすればきっとみんなと友達になれるさ。さあニャンタくん、早速僕と一緒に行こう。動物たちと過ごす楽しさを教えてあげるよ。ということで、この道具のおかげで動物たちと仲良く楽しく遊ぶことができた2人。え、君もニャルトラソウルが欲しいって？実はこの道具、本当はただのボールなの。つまりニャンタくんは自分の力で動物たちと友達になれたんだ。大丈夫、君の中にもニャルトラソウルはきっとあるはずだよ。動物たちと心を通わせて、共に暮らしていける世界を作っていけるように、その手で未来のドアを開けようじゃありませんか。おー、なんか最後かなりいい感じにまとめましたね。すごい。というわけで、本日ついに最終回です。川光愛のアニマルカンパニー、始まり始まり。FM ギノワン、火曜日夜9時を回りました。この時間は川光愛のアニマルカンパニーをお届けします。この番組は猫好きの私川光愛がその輪を広げ、猫以外の動物もめでながら、動物好きとそうじゃない人も巻き込みつつお届けする番組です。また FM コザでは月曜昼1時から再放送でお届けしています。ということで、 FM コザでお聞きの皆さんはこんにちはの時間帯でございます。FM ギノワンでお聞きの皆さん、この後夜9時55分頃までどうぞお付き合いください。ゆたしくです。この番組はユーストリームで音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらでもお楽しみください。というわけで、本日なんとアニマルカンパニー最終回でございます。わーわーって言ったけど寂しいね。今日でなんと最後なんですよ。そしていつものアニカン劇場、千秋楽作品僕たちの未来というタイトルで送ってきてくれました。いつもありがとうございます。こんにちは、サクサクです。ありがとうございます。締め切りに間に合ってるといいんだけどな。しっかり最終回間に合いましたよ。最終回ということで気合が入ったはいいものの、なんということでしょう、今の今まで本当にまとまりませんでした。過去笑い。本当にすごいまとまってましたよね。でもいつも通り自分らしさを出した方がいいんじゃないかってことで、サクサクといえばそうです、愛ちゃんご存知ドラえもんということで、ようやくなんとかできました。最後の最後にこう傷をえぐってくるようなことを書くね、サクサクさんは。私もモノマネに定評がなさすぎて、ある意味定評はあるんですけどね、そのすごい下手っていう。ドラえもんなんかね全然できないのにちょくちょく入れてきて、最後にドラえもん、まあニャルエモンだからね、ドラえもんとは違うので、まあ声もねそんなに、そんなにっていうか似せようと思っても似せられない。サクサクさんからメッセージいただいてますよ。何千年も昔から人間と動物は共に暮らしてきました。確かに今辛い現実もいっぱいあるけれど、ドラえもんがいる未来の世界では時を経ても変わらない、人間と動物が一緒に笑い合えるような友情の関係が続いていく、愛にあふれた世界になっているといいなっていう願いを込めています。振り返れば思い出がいっぱいなこのアニカン劇場、今日で終わりなんて寂しい気持ちとやりきった達成感が入り混じっています。愛ちゃん本当にありがとう。え、な、泣いてなんかいないんだからね。それでは最終回よろしくどうぞと。絶対泣いてるよ。いやいや、こちらこそアニカン劇場、本当にいつの頃からか始まったのか、
まあ、私が最初にね、番組のオープニングとしてなんかいろいろ書いてこのミニドラマみたいなやつをね、描いてきたわけなんですけど、描いたっていうほどでもないけど私に関してはね。その後はサクサクさんがもう毎週のように送ってきていただいて、アニカン劇場なんと26幕千秋楽作品となりました。最後がドラえもんイメージということで、イメージだからね、あくまで私の中のニャルエモンイメージでやらせていただきましたよ。最後の最後までしっかりアニカン劇場送っていただいて、サクサクさん本当にありがとうございます。さて最終回です。アニマルカンパニー、この番組は動物と暮らすをテーマにお届けします。収録の前にメッセージを募集いたしましたよ。今夜のメッセージテーマは、動物たちと共に生きていくためにできることは、でメッセージ募集いたしました。番組最終回、まあ約1年にわたってアニマルカンパニーを送ってきたわけなんですけども、最終回は動物たちと一緒に生きていくために私たちにできることを考えていきたいなと思います。それでは最後のアニマルカンパニースタートです。アニマルカンパニー、この番組は NPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力とペットボックス沖縄の提供でお送りします。川光愛のアニマルカンパニー。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン。チューブで生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス、ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達。快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。川光愛のアニマルカンパニー。アニカンアニマルニュース。アニカンアニマルニュース、最近目にして気になった動物ニュースをお伝えします。今夜はこちらのニュースです。9月20日から26日は動物愛護週間でした。沖縄県で平成28年度の動物愛護週間の行事の一つとして動物愛護図画コンクールが開かれました。今年度は5月23日から7月15日の間で絵画の募集が行われ、幼稚園児、保育園児から581点、小学生から220点、計801点の応募がありました。最優秀賞に輝いたのは、宮古島市の小学校1年生の男の子が描いた牛というタイトルの作品。おじいさんの牛の世話を手伝い、牛の世話が上手だという男の子は、牛とにこやかに触れ合っている絵を描いていました。その他、入賞は6作品、入選には12作品が選ばれました。各作品は沖縄県のホームページにある環境部自然保護課のページからご覧いただけます。こちらでは子どもたちの作品、そしてコメントがご覧いただけます。私が気になったのは、沖縄子どもの国理事長賞を受賞した4歳の女の子の作品。
タイトルはみんな友達たくさんの動物と遊びたいなという明るい絵が描かれていました。本当にこの多分自分でしょうね、この4歳の女の子の絵とそして動物たちがたくさん描かれてたんですけど、みんなものすごい笑顔なんです。本当に明るくて見る人も笑顔にするような作品でした。可愛らしい動物たちが本当ににこやかに描かれていて、みんな友達たくさんの動物と仲良く遊びたいなっていう気持ちが絵から溢れていて素晴らしい作品でした。9月22日木曜日祝日には動物愛護の集いが開かれ、今回の動物愛護図画コンクールの表彰式も行われたそうです。今年は動物愛護の集いはイオン那覇店前の広場にて開催され、パネル展示やペットに関するクイズ抽選会なども行われました。動物を正しく飼う適正使用のパンフレット配布なども行われ、動物と暮らす飼うことをイベントを通して、幅広く伝えられたようです。今年動物愛護の集い参加できなかった方はぜひ来年度足を運んでみてください。さて次のアニカンニュースです。毛皮のコートが動物の赤ちゃんを救う。アメリカの動物愛護団体ボーンフリー USA が行っているキャンペーン Far for the Animals、 動物たちに毛皮をというキャンペーンです。この活動は2014年に始まり、毎年9月から12月末まで毛皮の衣類を募集しています。着なくなった毛皮の衣類を寄付として募集し、その毛皮の衣類は各地の動物保護センターに送付。センターでは主に動物の子どもたちに与えているといいます。親を失ったり怪我をした動物の子どもたちは、毛皮に寄り添い、くるまることで安心感を得ているのだといいます。この活動の目的は、動物の子どもたちを癒すことだけではなく、毛皮はファッションのためのものではなく動物のものということを周知するためのものでもあります。これまでに800以上の衣類、総額約150万ドルの寄付が集まったといいますが、これは同時に2万7000以上の動物たちが殺され衣類にされたことを意味しています。毛皮衣類の多くはミンクやキツネ、ウサギのコートやストールなどで、中にはコヨーテの尻尾をいくつもつなぎ合わせたベストや、一時絶滅の危機となっていたジョフロイ猫の帽子など、希少種のものも届いているといいます。毛皮の寄付は、ワシントン DC にある動物愛護団体、ボーンフリー USA のオフィスに持ち込むか、郵送で受付中です。この毛皮の寄付、私は、そういった商品を買うことがないんですけど、もしファーがついていたり、やっぱちょっと毛皮っぽいものがついているものを買いたいなって思うときは、フェイクファーであるかどうかはやっぱり確実に見ますね。本物の動物の毛であるのかどうかっていうところを表記されているので、それは見て、選ぶようにしています。この活動が私がいいなと思うところは、毛皮のコートとかそういう毛皮の衣類ですねを買った方がそれを着なくなって、多分タンスとかクローゼットとかにしまってるんですよね。それを、動物たちのために寄付するというところが重要だなと思っています。やっぱりこの毛皮はファッションのためではなく動物たちのものであるということを周知することが目的とされているこの活動ですから、動物の毛皮を身につけない方たちよりも、そういった商品を選んで買ってる方々に、周知してもらうっていうことがやっぱり大事なんじゃないかなと思います。なので知ってか知らずか動物の毛皮の商品を購入して着ていた、そして着なくなった動物たちの命を使ったものを、傷にもうタンスにしまっているだけであるっていう状態よりも、動物たちの子供を癒したりとか安心感を得るために、毛皮にくるまれるっていう写真とかもね、団体さんの、SNS とかにも載ってたんですけど、
そういったことに自分の買った毛皮が使われるっていうことがどういうことなのかっていうのをね、その購入した方々が考えるきっかけになるんじゃないかなと思います。そして毛皮の商品を作ってる方、毛皮の商品を購入する方、そういった方々がこのキャンペーンを目にした時に何かいい影響が出てくるといいなというふうに思いますが、やっぱり動物のことが好きだったりとか動物に関心がある方よりも、そういった方々にもしっかり理解してもらって、動物を守る保護していくっていうのがどういうことなのかっていうのをしっかり、動物好きな方もそうじゃない方も一緒になって考えられる方がいいなと思うので、このキャンペーンはとても意味があるものになっているんじゃないかなと思います。皆さんは今夜お届けしたニュースどう感じられたでしょうか。以上、アニカンアニマルニュースのコーナーでした。アニカン、アニマルカンパニー川光愛がお届けしています。さあ今夜はアニカン最終回です。今夜のメッセージテーマは動物たちと共に生きていくためにできることはです。メッセージいただいています。愛社長、東京の蒸し暑さに心揺れてコンビニのアイスコーナーの前に立ちすくんでいませんか。なんかまたムシムシしてきましたね。一時期ちょっとね、関東の方はひんやりとしていたんですけども、またちょっとね、夏っぽいというか、なんか沖縄の夏とちょっと違う蒸し暑さを感じております。アニカネーム青に夢中さんからのメッセージです。ありがとうございます。今夜のメッセージテーマ、動物たちと共に生きていくためにできることは、人であれ動物であれ相手を思いやる気持ちが一番大事。生きることは感情を表現して相手に伝えること。悪意があれば相手をマイナスの方向に導くし、愛情を持って接すればお互いプラスの方向に向かいますが、近年相手を思いやる感情に欠けている人々が増えているようですね。動物とは直接言葉で話すことはできないですが、言葉にならない感情は伝わってきます。だから動物と一緒に暮らすんだと思います。中にはやんちゃな機関坊もいますが、それはそれで楽しいものです。愛社長、動物についての番組がまた始まることを願っておりますと。ありがとうございます。青に夢中さんはいつもね、メッセージを早く送ってきてくれて本当に助かっておりました。そうなんですよね。結局は対象が人であれ動物であれ思いやる心って私もすごい大事だと思います。相手のことを考えて行動するからこそ、共に暮らす、共に生きていくことができるんじゃないかなと思いますね。やっぱりそれが人によってはもしかしたらね、客観的に見ると偽善に見えたりとかっていうこともあるでしょうし、いろんな意見もねあると思うんです。やっぱり動物愛護、動物が好きだって思っている方ってすごい一直線に動物に向かってしまう傾向がね多いように確かに感じるんですね。それは、動物のことを思いやってるけど動物を好きじゃない人のことを考えられてない時がねあるのかもしれないんです。だけど人と動物と人と人とつながって一緒に生きていくためには、本当にね、猫とか犬がもう本当に嫌っていうぐらい苦手な方も中にはいるっていうことを理解した上で、でも動物たちの命を無限にしてはいけないっていうことをみんなで一緒に考えていく必要があると思うんですよね。だからこそ動物も好きな人、動物を好きじゃない人、動物と一緒に向き合っていく必要があるんじゃないかなっていうふうには、それにはやっぱりね、思いやる心やっぱり必要ですよね。青に夢中さんの言う通りだと思います。本当にね、悪意があれば、なんだろう、その人が望んでなくても、まあ悪意があるってことはね、望んでるのかもしれないけど、やっぱりそういう負の感情ってマイナスに導かれていってしまうんですよね。相手の感情伝えることって本当に難しいけど、
なんだろう、青に夢中さんのメッセージにあるように、言葉にならない感情っていうのもあって、それは動物たちからも感じるし、人からもね感じることがあるんですよね。言葉にはしてないけれど、こういうふうに感じてるんじゃないかなって伝わることってやっぱありますよね。動物たちにとってもきっとそれはあるんじゃないかなって思うんです。人が口にしない感情を敏感に感じ取る動物たちもいますし、人がしっかり動物たちに向き合えば、人間の言葉をね動物たちは話さないけど、何を思っているか、こういうことを思ってるんじゃないかな、なんかこういうことを言いたいんじゃないかなっていうのは、動物と一緒に暮らしていくとやっぱり感じる部分がねあるんですよね。だからこそ相手を思いやって向き合っていくことはやっぱ大事ですよね。青に夢中さん、メッセージありがとうございます。さて続いてこの方からいきましょうかね。愛ちゃんこんばんは。手話を理解するゴリラのココがレッチリのメンバーと交流する記事を見て微笑ましい気持ちになったエヴァじゃない方のシンジです。ありがとうございます。毎週この時間楽しみに聞いていたアニカン最終回と聞いて、一粒の涙が頬を伝えました。番組をきっかけにいろいろと考える機会が増えました。すごく感謝しています。愛ちゃんの声にいつも元気をもらっていたよ、ありがとう。動物と共に生きていくためにできること、今まで送ったメッセージをまとめると、動物、周りの人たちの思いやりの心を持つ、多治見宣言の実行。この間シンジさんに教えてもらって、多治見宣言この番組でも紹介しましたね。余裕を持つこと、気持ち、時間、経済的にです。番組終了後もアニマルカンパニスタとして、初めて聞いたよね、アニマルカンパニスタ、あれ言ってた、行動していきますねと、またどこかでお会いできる日を楽しみにしています。最後に、私エヴァじゃない方のシンジはこれからも愛ちゃんを応援します。それではありがとうございます。確かにね、この余裕を持つことっていうのはね、とても大事だなって思いますね。気持ち、時間、経済的に。動物を飼うことってお金かかるんですよね。やっぱりこれは避けて通れないですね。ご飯代もそうだし、トイレを準備するためにもそれなりにお金がかかるし、動物がストレスなく過ごせるように、アスレチックみたいなね、そういう遊び道具を用意してあげたりとか、やっぱり一番お金かかるのは、病院代ですよね。予防接種なんかも連れていかないといけないですし、動物の健康チェックをしなければならないですし、もし病気にかかってしまった場合の治療費なんかもかなりかかるんですよね。そういった中で、一緒に暮らしていけないってなった時に、動物愛護管理センターの方では、飼い主さんが自ら持ち込んでくるパターンもあるってお話だったので、動物たちが生涯を終えるまで一緒に暮らすっていうことをやっぱり考えて、一緒に暮らす決断をしないといけないんだなっていうのは感じますね。もし自分が途中で何か病気にあったりとか、何かしら事故で動けなくなった時に、自分が飼ってる犬、猫、その他動物たちはどうなるんだろうっていうことを考えたり、これから10年もしくは20年ぐらい動物たちと一緒に、暮らすって決めたら、それぐらいのね、やっぱり長い年月を一緒に共に暮らすわけですから、その間本当に一緒に暮らしていけるのかっていうのもね、考えていかなければいけないんですよね。未来のことはわからないですけれども、可能性はいろいろ考えて、動物たちが、路頭に迷わないように、そして手放すっていうことにならないように、もし動物たちと離れなければならないってなった時には、きっちり次の家族を探してあげるっていうところまで責任が持てるかっていうのをね、考えないといけないんですよね。動物と暮らすってそんなハードル高いのって思っちゃうんですけど、やっぱりそこは考えていかないといけないところだなってすごく痛感したのは、8月の9日に行った動物愛護管理センターの見学会なんですけど、
この番組でもね、何度も再放送して、2回ぐらいだったかな、皆さんになるべく記憶に残るようにと思ってお伝えしてきたんですけど、夏休み親子で学ぶ動物愛護管理センターというものが NPO 法人ワンズパートナーの会さんと、沖縄県の動物愛護管理センターさんが協力して、そのイベントが行われました。動物愛護管理センターの中の見学はもちろんですが、そちらに勤めていらっしゃる獣医師の先生から、動物愛護管理センターってこういうことをしてるんだよっていうお話、まあ、動物たちを収容していて、で、しっかり適正飼育をしないといけないとか、いろんな動物を飼うっていうことに対して、飼い主さんたちの意識の向上をしていたりとかっていうね、いろんな活動はあるんですけど、狂犬病の予防だったりね、その中でもやっぱり動物を収容して、期間が過ぎると動物たちを殺処分するっていうのを、その時参加した親子の皆さんに伝えていたんですけど、その中で小学生の男の子が犬をうちでも飼いたいと思ってると、でお父さんと参加されてたんだけど、いろんなこの獣医師の先生のお話を聞いて、動物を飼う、犬と暮らすっていうことはどういうことなのかっていうのをこの一日の間にしっかりと学んでいて、最後には動物を飼うことをちょっと考えるっていう結論に至っていたんですね。やっぱりむやみに動物飼いたい、一緒に遊びたいもんっていうことだけではなく、これから10年20年動物の命を守ってしっかり生きていくことっていうのを、この男の子なりにこの時間の間で向き合っていたんだと思います。だからこそ動物、犬を飼うっていうのはちょっと考えて、家でまたお父さんと相談して決めたいっていう結論に至ったんじゃないかなって思ったんですね。だからやっぱり大人だったら自分の経済的なものとかが分かる方が多いですから、動物飼えるかなとか、自分の経済力で大丈夫かなっていうね、自分なりの計算もできますし、家にいる時間とかも考えながら動物と一緒に暮らそうっていう決断はしっかりできると思うんですけど、それがイレギュラーなことが起こったりとかした場合に捨ててしまったりとか、動物の遺棄も犯罪なんですけど、やっぱりそれを知らない方が多くて、まだ動物を捨ててしまったりとか、まあ、犯罪でなくても動物ね、自分が飼っていた動物とかをむやみに遺棄するのは良くないことなんですけど、まあそれでも犯罪であるなしにもかかわらず、やっぱり捨ててしまう方がいて、動物たちが飼い主のいないまま放浪して、で収容されて殺処分されるっていう現状が沖縄県では本当に多いようで、悲しいことに。それはちょっとどうにかしないといけないと思って活動されている動物愛護の団体の方がいっぱいいらっしゃるので、番組を通してもね、いろんな方と出会うことができたので、この番組が今日で終わってしまうんですけども、今後も活動の応援は私個人として続けていきたいなと思いますし、ぜひ沖縄県の皆さんは、沖縄県の動物愛護団体の皆さんのことをいろいろ知ってもらって応援してもらえたら嬉しいですし、それ以外のね、沖縄県以外の方も、地元の愛護団体の新次さんもね、送ってきてくれたりしてましたけど、そういう団体さんのことをちょっとでもね、把握して、少額なり自分ができる範囲で寄付をしたり、イベントに参加したり、動物を飼う、一緒に暮らすっていうことをもっとね、みんなで意識していければいいなって私は思っています。しんじさん、メッセージありがとうございます。最終回と聞いて一粒の涙が頬を伝えましたと書いてありますが、ね、しんじさんもダジャレとかをね、すごい送ってきてくれて、私もね、とっても楽しませていただきましたよ。感謝しています。ありがとうございます。
さてメッセージまだまだいただいてますので、番組後半ではコーナーを一つお届けして、そしてメッセージ引き続き紹介していきたいなと思います。それでは一旦 CM です。アニカン、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るために、お母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい。沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン。チューブで生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス、ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達。快適なペットライフのために、お近くのペットボックスへ。川光愛のアニマルカンパニー。知って広がるアニマール。知って広がるアニマール。このコーナーでは動物に関する出来事をいろいろと紹介、知ることで動物たちと人と人との輪を広げていきましょうということで、最終回の今夜は動物愛護について今一度皆さんと考えていきたいなと思います。日本の動物愛護という言葉が生まれたのは明治時代と言われています。それ以前にもそういった思想や制度は報告されていますが、動物愛護と明確に生まれたのは明治時代なんですね。明治2年1869年に馬車が日本に伝来して交通手段として発展したことから、それによる、馬車を運転する人、馬車の取り扱い、馬の取り扱い、すなわち虐待行為が問題となり、大規模な運動が巻き起こりました。それから30年後、明治32年、1899年には動物の残酷な取り扱いを問題視したキリスト教の牧師広井達太郎氏が雑誌にその問題に対する論文を掲載します。この広井達太郎さんという方、明治9年佐賀県に生まれた方なんですが、馬や牛が農耕、交通、運搬の主役として人々の生活に密着していた明治時代に、この広井氏が当時住んでいた東京四ツ谷で毎日街中を往来する牛、馬が重荷に苦しんでいるのにもかかわらず、休息を与えられることもなく、飲み水もなしに鞭を打たれ、荷物を引いている光景に広井さんは心を痛めました。しかも人々がこのような行為を当たり前のことのように平然としていることに常々心を痛めていたんだそうです。そこで馬の残酷な取り扱いに関するこの問題に対する論文を明治32年に雑誌に掲載するんですね。その3年後、明治35年には同じ志を持つ仲間と共に日本で初めての動物愛護団体、動物虐待防止会を設立します。この動物虐待防止会の主張としては、動物をいたずらに虐待することは動物に不必要な苦痛を与えるだけでなく、日本人の品性や特技の癒しさを反映した行為であり、ぜひとも中止すべきであるというものでした。
つまりは動物たちを奴隷のように物として扱っているのは人間としてどうなんだろうか、これはやめるべきであるっていうことを強く主張していたんですね。そしてこの動物虐待防止会を設立後、動物に、しっかりとした尊厳を与えようということで、道路に牛や馬の給水槽を作ったり、憐れみという機関誌を発刊して動物愛護の精神の普及に努めるなどして動物愛護活動を行っていきました。動物虐待防止会設立から6年後、明治41年には動物愛護会と改称し、犬猫の保護にも力を入れていきます。動物愛護先進国と言われるヨーロッパ、イギリスでは動物愛護という言葉が生まれたのは1781年です。日本では明治時代1869年頃と言われていて、その差190年あります。日本で動物愛護という認識が出てきてから約100年以上経ちました。今私たちの世界はどうなっているのでしょうか。動物の殺処分が未だに行われている現状、そして動物の遺棄、動物の虐待のニュースも止むことがありません。動物愛護という言葉に私たちはどう向き合っていけばいいのでしょうか。今世の中で起こっていることが当たり前、仕方がない、かわいそうだけで終わらせるのではなく、それを解消するために、動物たちの命を守っていくためにどうすればいいのか、一歩ずつでも少しずつでも考え進んでいく必要が私たち日本人、そしてうちなんちゅには必要なんだと思います。知って広がるアニマール、今夜は動物愛護についてお届けしました。さて、この時間からはメッセージ紹介していきたいと思います。今夜は動物たちと共に生きていくためにできることはをメッセージテーマとして募集しました。この方からなんとメッセージについても、メッセージテーマについてもメールいただいてます。こんにちは、サクサクです。いつもは遠慮してアニカン劇場だけに送っていたけど、今日は最終回だし、募集してたメッセージについてなるべく短く書きたいと思います。お、短くと来ましたね。サクサクさん、ありがとうございます。今日のテーマについて考えてみたのが次の4つです。1、たくさんの人に興味を持ってもらえるように動物愛護活動の広報に力を入れる。2、地域猫として見守る方法はないかなど、地域同士、住民同士で話し合う。3、校外学習などで子どもの頃から動物と触れ合う機会を増やしていく。4、できる範囲からボランティアに参加してみたり、応援したい団体に寄付をする。それ以外にも今流行りの猫カフェや動物が医療に関わるアニマルセラピーなどのように、人間の良きパートナーとして様々なアイデアを出していくことも共存につながる一歩だと思います。ということで、番組開始当初は動物について身近に感じることがなかった私、身近にいる野良猫たちのことや動物愛護活動の内容、殺処分の現状など知っているようで知らないことが多かったけれど、この番組を通してたくさんのことを学びました。アニカン劇場もいまいちつかみにくい内容ばかりだったけれどそんなことないですよ動物たちとこんな風に暮らせたら楽しいだろうなって想像しながら書いていたので、私自身はとっても楽しんでました。散々文句を言いながらもこちらのリクエストにバッチリ答えて名演技を見せてくれたり、楽しいと言ってくれたこと、最高に嬉しかったです。カムタイムもそうだったけど、これはカムタイムは私が FM 講座で、やっていた番組ですね。そうだったけど、今まで自分が知らなかった世界へ誘ってくれた愛ちゃんには本当に感謝しています。ありがとう。ああ、結局長くなっちゃった。え、いつも通りだって？それもそうだね。相変わらずな僕ら、番組は終わっても、どうぞこれからもよろしくお願いします。愛ちゃんの健康と活躍を祈りつつ、またどこかで会えますように。サクサクさん、ありがとうございます。長めメッセージで。過去笑。全然ね、長くても大丈夫なんですよ。もう、最終回ですからね。
すごくテーマについて考えてくれたようでとっても嬉しいです。アニカン劇場もね、途中ねちょっとお休みはあったけれども、ほぼほぼ毎週送ってきていただいて、その能力は本当に脱帽でしたよ。ありがとうございます。そして4つ考えてくれたこのテーマについてね、サクサクさんが出してくれた4つ全部必要で大事なことじゃないかなと思うんですけど、なかなかこれが難しいんですよね。やっぱり動物たちと触れ合う機会は増やすっていうところも必要だと思いますし、どういったことをしているのか、動物愛護について沖縄県だったりそこの地域県の方々がどういう取り組みをしているか、そしてそこにいる地域ボランティアの団体の方々がどういった活動をしているかっていうのは本当に知ることが大きな大事な一歩になると思うんですが、なかなかねそこにたどり着けない、たどり着かない方たくさんいると思います。私も最初はただ猫が好き、犬が好きとか動物かわいいなって思っているだけだったんですけど、きっかけがあって動物愛護っていうことをしっかり考えていくようになりました。人それぞれきっかけは違うと思うんですけども、そうやって本当に知ることで広がるっていうことたくさんあると思うんですよね。だからサクサクさんがこの番組を通して、今まで自分が知らなかったことを学べたって言ってくれたことは本当に嬉しいです。番組がどれだけの方のきっかけになれたかわからないですけれども、続けてね、この番組は今日で終わってしまいますけれども、私自身も番組を聞いてくれている皆さん自身も少しずつでもね、ゆっくりでも自分のペースでこの動物愛護というものについて、動物と一緒に暮らすっていうことについて引き続きどこか心に留めて過ごしていってもらえればとても嬉しく思います。サクサクさんもアニカン劇場からメッセージまで本当にありがとうございました。本当にね、なかなかね書いて送るっていうのはメッセージじゃなくて、しかもドラマとしてアニカン劇場を毎週のように送ってきてくれてるわけですから、いつ考えてるんだろうって思いながら、最初はね読ませてもらうだけだったんですけど、どん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 私の中でもね、BGM つけたりして、楽しんでたのが私だけかもしれないけれど、でもリスナーさんもねきっと楽しく聞いてくれてる方多かったと思うんですよね。そんな中私もね確かに文句も言いましたよ。だってモノマネとか入れてくるんだもんね。でもサクサクさんの世界観っていうのはねとても私も好きで、なんだろう、動物と暮らせたらというか、こういう風に動物と一緒に暮らしていけたらいいなっていうのを書いたよってサクサクさん言ってましたけれど、動物とお話できたりとか動物の世界を描いてくれたっていうのはね、私は本当に嬉しかったです。ありがとうございます。さて続いてこの方、はい、じゃあ皆さん、はい、対愛知県のユーミーさんからです。ありがとうございます。今日が最終回と聞いてびっくりしました。でも愛ちゃんがまた新たなスタートを切るってことですかね。これからも応援させてくださいと。ありがとうございます。ユーミーさんから、動物たちと共に生きていくためにできることは、これは難しい問題なんですよね。人間たちが良くしていこうと思っても、肝心の動物たちにとっては本当に幸せなんだろうかって。無駄な殺処分をなくしていくために一人一人が認識し、動物愛護について考える。動物がかわいそうな目に遭っているのを想像するだけでめちゃくちゃ悲しい気分になってしまうんです。きちんと活動される方々には頭の下がる思いでいっぱいです。私には本当何もできなくて、今の私にできることは目の前にいるペットを最後まで幸せにさせること。それに伴う家族の負担は大きいけれど、これも覚悟したことだし、でも家族として迎えた可愛い彼の顔を見るとやっぱり癒されてしまう。かけがえのない家族。きちんと管理することも必要だけど、みんなが幸せになれるようなことを考え、実行できたら理想なんだけどな。うまく表現できないけど。今までありがとうございました。ではでは、とユーミンさんからありがとうございます。間違いなくそうだと思います。みんなが幸せになれるようなことを考えられたら一番いいですね。
ユーミンさんにできること、目の前にいるペットを最後まで幸せにさせること、これは一番大事だと思います。確かに動物愛護の活動をしている方々本当に大変なんです。もちろん周りからのいろんな意見もありますし、そういう中で自分が思ったことを実行し行動に移していく、その勇気と労力と覚悟っていうものは相当なものがある。で、私は活動をお手伝いさせてもらったり、近くで取材させてもらったりしながらすごく感じました。だけどその中でもやっぱり皆さんが一番大事とされているのは、動物を最後までちゃんと正しく飼うっていうことが大事なんだっていうふうに皆さんおっしゃってたんですよね。動物をしっかり最初から生涯を全うするまで一緒に暮らすと決めた日から、その子が生涯を全うするまでしっかり一緒に暮らしていく、もし途中でできなくなったとしてもその子の幸せを考えた決断をするっていうのが大事なんですよね。そこを理解せずに動物を安易に飼って育てられなくなっちゃったから誰か里親に出そうかなっていう、なんか苦渋の決断としてではなく安易にやってしまったことに対して、なんか里親ってすぐ見つかるよねみたいなことを考えている方も結構いるんですよね。里親を探すっていうことは本当にものすごく大変なんですけど、それを理解せずに自分の飼い犬飼い猫に子供ができたからどうしよう、その辺にごめんだけど野良として生きてねって思いながら置いていく、その行為が殺処分されてしまう子たちを生んでしまうし、動物愛護団体の皆さんの負担になってしまうし、沖縄県としてもそれを減らす取り組みはしているけれども、まだまだ昔に比べたら減ってきたけど、まだ野良猫野良犬殺処分されてしまう現状があるってことなんですよね。やっぱり自分が関わった動物たちがどう幸せになれるかっていうことを、ユーミンさんのように自分の家族として一緒にいる子たちをまず幸せにする、本当にこれ大事なことだと思います。それがね、なかなかできない方もいらっしゃるので、動物好きだ一緒に暮らしたいと思ってても安易に考えてやってしまうとっていうところがあるんですよね。だからユーミンさんのように私もいろいろ愛護活動されている方々見て、本当に頭の下がる思いっていうのはすごく感じた部分はあるけれど、私自身もそうですが、一人一人ができることをやっていけば、そういう方々の助けにもなるし、何もできないなんてことはないと思います。ユーミンさんが一緒にいるね、小太郎ちゃんとか、小太郎くんだね。一緒に暮らす子たちと一緒に幸せに最後までいられることが大事なんじゃないかなと。その中でね、もし近くの団体さん、愛護団体さんとか、余裕が出てくるのであれば寄付をしてみたりとか、物資だったりとかもね、やっぱペットシーツとかペットフードなんて消耗品はなかなかね、毎日消費するものだから寄付はとてもありがたいようなんですね。私も何度か寄付させていただいたんですけど、そういったものでもいいですし、本当に年1回でも2年に1回でも自分ができる時にね、そういった寄付ができれば少しでも助けになるんじゃないかなと。こんな少しの金額とか、こんな少しの物資ではなんか本当少しの力にも慣れてないなーなんて思っちゃうのがきっともったいないんだと思います。少しの寄付って自分で感じていても、それが積もり積もればっていうことですよね。いろんな方が少しずつでも協力していけば大きな力になるんじゃないかなと思っています。まあでもまずはね、一緒に動物と暮らしている方はユーミンさんのように目の前にいる子を幸せにする、一緒に暮らしていくが一番重要だと思います。ユーミンさん、メッセージありがとうございます。さて続いて、
アニカネーム沖縄大好きさん、ありがとうございます。まいちゃんこんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、アニカネーム沖縄大好きです。アニマルカンパニー今日で最終回なのですね。泣き寂しくなるっす。泣きありがとうございます。テーマ、動物と共に生きていくためにできること。日々の管理も含めて一緒の時間を共有することかな。うちの猫は今預かってますが、いつかまた一緒に暮らす時間を共有して共に過ごしたいです。話変わって、これまで愛ちゃんのラジオを楽しんでましたが寂しくなるっす。ですがこれからも愛ちゃんの活躍楽しみです。では最後まで放送ちばりよーと。ありがとうございます。そうだね、一緒の時間を共有する、これも必要なことですよね。動物たちと一緒に時間を共有することが動物たちを幸せにすることになるかな。それも結局ね、なんかいろんなことがつながっていくけれど、自分が関わった子を幸せにするとか、相手を思いやってるこ心が大事とか、やっぱり考えて動くことが一番大事なんですよね。何をするにもですけれども。沖縄大好きさん、ありがとうございます。さて、普通歌としても入ってきているので、この方からも紹介しますね。愛社長、一足早く秋風吹く東京に動物に触れる機会がないことに心折れていませんか。ほんと猫に触りたい。的確についてくるね。アニカンネーム青に夢中ですと。2015年10月6日の放送開始から約1年間の放送お疲れ様でした。ほとんどの回が収録放送と新しいタイプの放送はなかなか新鮮なものがありました。動物というラジオではあまり扱わないテーマは多くの人に命や共に暮らすことについて改めて考えるいい機会になったかと思います。東京で新しいことに挑戦されるようですね。早めの告知よろしくお願いします。了解です。全力で応援いたしますのでゆたしくです。なるほど、早めの告知頑張ります。さて最後にこの方、アニカンネームコーナさんからいただきました。半年ぶりにメール差し上げますと。ありがとうございます。番組終了とのこと、ちょっと寂しいですね。愛ちゃんの声を聞きたくて毎週聞いていましたよ。私は動物を飼ったことがないので、この番組のおかげで知ったことがたくさんあります。例えば、以前の私だったら、桜猫ちゃんの耳を見ても、なんてかわいそうなことって思うだけだったろうな、とかね。前回メールをお送りした時も、愛ちゃんのお芝居の話題で、動物、ペットの話題でメールできなかったことが心残りですが、愛ちゃんのおかげで少しは動物やペットについて関心を持てるようになったよとお伝えしたかったので、最後にメール差し上げました。これからの時期、関東はどんどん寒くなるので、お体にお気をつけてくださいね。今後ますますのご活躍をお祈りしております。河野さん、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないですよ。普通歌ね、募集してたので、最近は普通歌募集かけてなかったですけども、メールをして、そして聞いてもらえて、そしてね、動物について関心が持てるようになったよっていう言葉が本当に本当に嬉しいです。河野さん、最後にメッセージくれてありがとうございます。さてエンディングです。 NPO 法人ワンズパートナーの会さんでは、毎週日曜日ワンズサポート譲渡会を開催しています。第1、第3日曜日はペットボックス那覇店にて、第2、第4日曜日はペットボックス茶壇店にて譲渡会を開催しています。譲渡会の場所、時間は変更になることがありますので、お出かけの際は Facebook チェックしてお出かけください。ワンズサポート譲渡会は午前11時から午後2時、毎週日曜日開催しています。皆さん、今後も情報チェックして譲渡会お出かけください。よろしくお願いします。そしてつなぐ沖縄さんと那覇市町側の会の皆さんが主催しているつなぐフェスボリューム2が台風の影響で延期になって11月の27日日曜日になりました。こちら那覇市のにぎわい広場にて開催が予定されています。11月27日日曜日午前11時から午後6時で開催を予定されています。犬猫の殺処分ゼロを目指して、人と動物、人と人、未来へつなぐフェス
ボリューム2、11月27日日曜日、ぜひお出かけください。アニマルカンパニー、この番組は NPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力とペットボックス沖縄の提供でお送りしました。協力いただいた団体の皆様、そしてご提供いただいたペットボックスの皆さん、本当に本当にありがとうございました。そして何よりも聞いてくれたリスナーの皆さん、メッセージくれたリスナーの皆さん、出会いに感謝しています。ありがとうございます。またアニマルカンパニー、どこかで皆さんのお耳にかかれますように。約1年間番組にお付き合いいただきありがとうございました。お相手は川光愛でした。それではまたどこかでお会いしましょう。バイバーイ。朝の日がさあ始めようと、背中を押してくれた。学校で鈴鹿ちゃんと飼育係になったんだけど、動物たちとどんな風に接したらいいかわからなくて、いろんな動物たちと仲良くなれる何かいい道具はないかな。ふむふむ、そういうことならゴソゴソチャララチャラーにゃー